はい、皆さんご一緒に。おはのー、はのです。今日もフォートナイトをやっていきたいと思います。今日の動画はハンドガンが意外と良かったです。それではスタートです。まずスラッピースワンプに降りてバウンティーをかけていきます。最近気づいたんですけど、バウンティーで確実にお金手に入れたいときは初動にかけてしまえば、割とそんなに苦労せずにバウンティー達成できるっていうことに気づいてしまって、よくそれをやってます。すごい速さで横取りされましたね、バウンティーで。さっき上の宝箱でハンドガンの金を手に入れたので、ちょっと手動で使ってみたいと思います。敵さん一人目やりました。二人目も一発でしたね。ハンドガンってなんかエイムがめちゃ難しいイメージがあって、なかなか使ってなかったんですけど、今回使ってみて割と良かったのかなって思いました。また敵さんいましたね。なんかスラッピーで会う敵さんって割とあそこのなんていうの、溝のところで回復してる人が多くて、あそこ行くと敵さんに会えるっていう。4人ハンドガンでやりました。ハンドガン意外といいなーって思いながら、UFO が多くてこの時めちゃめちゃ吊り下がられる動画になってます。アンチに移動しつつ宝箱等々を漁っていきます。敵さんまた見つけましたね。全然わかんないんですけど、なんか誰か撃ってたのかな、ずっと撃ってる音がしてたんですけど、多分これ相手の方かな。やりました。これで6機、また UFO に連れ去られるっていう。もうちょっと漁ってからですね。リコンをゲットしました。なんか移動の時に自分の歩く前にリコンをパサッてやって、敵いないか確認して歩いていくのにハマってるんですけど、いまいち上手に打てなくて、どっかに引っかかって止まっちゃったりとかすることが多くて、なんかあんまり意味ないのかなって思いながら使ってます。ただお家の中とか金庫の場所とか宝箱の場所とかが分かって、とても便利だなって思ってます。私の場合主にそればっかりに使ってるかもしれないですね。アンチを確認して移動していきます。ついでにクエストもどんどんやっていきたいなっていうところです。ターゲットにされていますって出てますね。ああ目の前リコン撃ったらたまたま敵が見えましたね今。これがすごい。ちょっと遠いけど撃っていきます。ちょっとストームにかかってますね。
ストーブの中に入っちゃうとやっぱり敵さん見にくいんですよね。そういう時にメリコンが便利。これで7キロ目ですね。早くストーブから出たい。またリコン失敗しましたね、今ね。ああやってお家に引っかかったりとかしてますね、いつも。これ多分ターゲットにされてるっていうのがメーターが上がってきてて、どこにいるんだろうと思って、すごいリコン打って探して、はい、いかがでしたでしょうか。最後スナイパーでパシュンって抜かれて死んじゃいました。敵さんの位置は分かってたんですけどね、難しいですね。はい、ということで最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。これからもどんどん動画を上げていくので楽しみにしていてください。それではバイバイ。